でも、稼ぐが勝ちでございます。えこの稼ぐが勝ちってね、この言葉だけ聞くと、ものすごくトゲトゲしいものを感じますよね。稼ぎりゃ何でもいいんかいみたいなね。でも、ちょっと考えてみていただきたいんですけども、稼ぐってものすごくね、ピュアなことだと思うんですよ。だって、稼ぐ裏にはお金を払ってる人がいるんですよね。そんな適当にお金払う人っていないと思うんですよ。ああ、このサービスは、この商品は。 確かに自分に必要だったな、ありがとうね、よし、じゃあ感謝でお金ぐらい払わせてくださいって言ってお金払うと思うんですよ。稼ぐ人をバカにするってことは、お金を払ってる人も軽んじることになるんじゃないかなと思うんですよ。そんなうっかりね、ノリでお金払う人ってそんなにいますかね。相当慎重に考えて、ありがとうね、とこの人に対して感謝があるお金を払っても惜しくないわって払ってくれる人が大半だと思うんですよ。 まあ中にはね一部ちょっと勘違いしちゃったりとか勇み足で払う人いると思いますよ。うん、でも大抵は吟味して吟味して吟味して残り少ないお金の中からね大切なお金を使うと思うんですよ。っていうことは稼ぐが勝ちっていうのは必ずしもお金の余裕があるわけではないけどもでもこれだけは外せないよねっていう感じの,この感情にさした方とかね本当に感謝を絞り取った。 ところだと思うんですよだから稼ぐってことは多くの人に感謝されて貴重なお金を渡してもいいぐらい尽くした人ってことになりますからそういう意味で言うと選ばれた人なななんんじゃないかなと思うんですよ世の中には似たような商品とかサービスありますけども選ばれてあなたにだったら多少高くても払いたいもしくはあなたのサービスは質がいいのに安いお値打ちだだからお金を払うってことになると思うんですよ。 昨日ねスシロー行ったんですけども会計1,850円でしたおいしいお寿司食べました1,850円安いそんな感じですまたその前はラーメン食べに行きましたものすごいね辛いラーメンだったです辛いラーメンでスタミナがついたのねこうクワッと汗が出てね「うわ辛いうまい」みたいな感じで880円安いって思いましたよ高けりゃいかないでしょもう 満足度が高いからまた行くんですよねだから商売が儲かるんですよねでも満足度が低いところっていうのは選ばれずに敗北していくわけですよ稼ぐが勝ち稼げなければ負けとりあえずはここに耳を塞がずにシンプルに心を向けてみることで見えるものがあるんじゃないかなと思いますそしてですね吉田さんと同じように私はプログラミングできません でも、プログラマーより稼いでます。プログラマーさんは毎日作業しなくてはいけません。ブラック労働だというふうに言われてます。私は超ホワイトです。楽チンです。まあ、見方によっては24時間切れ目なく働いてますけども、でも働くっていうのかなうん。まあ、なんかね、誰かに指示されて無理やりやってるってことじゃなくて、尽くしたい人に尽くしてるだけですからね。そっか、塾最高です 久保さんお願いします教えてくださいいいよこうだよああだよそうだよ何のストレスもないですだって言われて仕方なくやることってないですから熟成さんの要求は全てのモチベーションの泉ですよあ信頼してくれてだから相談してくれてるんだなとその上お金まで支払ってくれるんだいやもうね10倍返し100倍返ししたいよ一心同体でやるぞみたいな気持ちですよね だから、熟成さんからのご質問とかね、お願いします。この言葉っていうのは、本当嬉しいですね。熟成さんからメールが来ると、やったぜと思いますね。もう支払いがもう終わっていても、もうまとわりつくように、どうしてくれるんだ頼みますよお願いしますよありがたい。原動力です。ね。プログラマーさんどうですかおい、これ納期、来週までね。これ頼むわ。うわ、こんなにある。 今日も残業か。デバッグ。うわどこだまだか、すいません。東京難民。ね。東京難民ですよ。お疲れ様です。